キンウワバ跳び小蜂は体長1ミリメートルほどの小さな寄生蜂の一種であるハチ目小蜂上科跳び小蜂科に属する種であるキンウワバ科の卵に寄生し寄生幼虫体内で発生を進める小イノバイオンとの卵幼虫寄生蜂である種としてはイラクサキンウワバミツモンキンウワバガンマキンウワバなどのヤガ科に属する中型の蛾が知られている。 これらは、人参、大豆、ごぼう、シソなどの害虫であり、局地的に大発生して大被害をもたらす。一つの卵からは、千から二千の個体が生じる。これは、現在知られている、多廃性昆虫でも極端に多い例である。このため、多肺性殖のモデル生物として、発生生物学と進化の研究に用いられている。多くのマクシュメ昆虫と、 同じく販売数制の性決定を行い、受精卵からは、メスの実が、未受精卵からは、オスの実が発生する。それぞれの卵からは、多廃形成によって1個あたり2000の幼虫が生じる。また、同一機種に対して受精卵と未受精卵を同時に産卵することが多く、この際には、同じ機種内に雌雄が混在することになる。この場合には必ずメスによるオス殺しが行われ、 雌有比は圧倒的にメスに偏る。寄生蜂でありながらカースト性を持つという非常に珍しい種であり、多くの研究報告がなされている。一つの卵から発生する個体は遺伝的に完全同一、つまりクローンだが2種類の個体分化があり、前期に分化する個体は不妊の兵隊幼虫となり、後期に発生するものは生殖個体となる。これらはそれぞれ早熟型。 生殖型と呼ばれる。以前は草熟幼虫と呼ばれることの多かった草熟型であるが、近年の研究で競合相手に対して排他的行動を示すことが明らかとなったため、最近はソルジャーと呼ばれることが多い。機種である金卫馬幼虫は1から5例があり、それぞれ2日程度ずつを経過する。金卫馬飛び小鉢のソルジャーは機種幼虫が1から4例に、 生殖型個体は5霊期に分化する。分化前の生殖型個体の騎士体内における分布の仕方及びソルジャーの生産数は死ゆで異なっている。オスの分化前個体は騎士の死亡体に包まれた状態で存在しているが、メスは死亡体に包まれることはなく自由に騎士体液内を浮遊している。多くの社会性のマクシメ昆虫ではソルジャーカオスとは メス由来であるが、キンウアバトビコバチは、オスもソルジャーを生産する。ソルジャーの生産パターンは、キンウアバトビコバチの系統や死ゆで差が見られ、研究が進んでいる。オスでは、機種がご0時に、少数のソルジャーを生産するだけであるが、メスでは、機種が、卵の時期から常にソルジャーを生産しており、最大で100頭ほどを生産する。 寄生した機種が競合相手となる意種寄生鉢に寄生された場合、ソルジャーの増員が行われる。この増員により、競合相手を打ちまかすことができるが、これには生殖型の個体数の激減というコストを要する。ただし、これはメスの場合にのみ見られる現象であり、オスではソルジャーの増員も生殖型個体の減少も起こらない。 メスのソルジャーが競合相手に対して排他的行動をとって噛み殺すのに対しオスのソルジャーはそのような行動をとらない。この点からオスにおけるソルジャーカーストの意義や社会生物学的な研究題材として大きな注目を集めている。ソルジャーには少なくとも2種類の方が存在することがわかっている。一つ目は機種が卵の時期に現れる小型のソルジャーであり、 二つ目は、機種が幼虫期に現れる大型のソルジャーである。小型ソルジャーは、血縁度の遠い同士た個体に対する攻撃を専門とし、大型ソルジャーは、異種寄生鉢に対する攻撃を専門としている。このため、死ゆうが混在した場合には、小型ソルジャーの存在しないオスがほぼ一方的に排除される。オスは、完全に駆逐されることを逃れるため、 騎手の死亡体内に隠れて生息するという手段を進化させたと考えられている。オスのソルジャーには、異種寄生鉢に対する攻撃能が備わっていない。その代わり、オスは騎手体液中に毒物質を充満させており、これを用いて競合相手を排除している。この毒物質は、死性が高く、これにさらされた競合相手は短期間のうちに死亡する。 メスがオス同様に毒物質を使用しているかは解明されていないが、メスでは競合相手が存在した場合にソルジャーを増員し、これらが攻撃的に競合相手を噛み殺していく。ありがとうございます。